山頂町長小浜西組は、福井県小浜市西部に位置する、小浜市小浜西組伝統的建造物群、保存地区の通称である。福井県小浜市の西部に展開する町並みで、丹後街道を中心に昇華町、茶屋町、寺町で構成されている。近世城下町の街路や地割りをよく止めているとして、平成20年6月9日に選定された。小浜西組は、 小浜市街地の西方、小浜湾と後瀬山に挟まれて位置する。西組の東側は松華町、西側は茶屋町、西端と南の山陸は寺町として整備された。当地域は旧丹後街道に沿って近世前期の古い町割りが残る。2008年6月10日に重要伝統的建造物群保存地区として選定された。また、 2015年4月24日、海ととをつなぐ若さの往来文化遺産群、五色国若さと、サバ街道マイナスの構成文化財として、日本遺産に認定された。西組の町割は山頂町に代表される、茶屋町が西側にあり、茶屋建築の千本を押し、二階の縁や出窓を持つ、建造物が残されており、現在も、芸儀を置く料亭も存在する。また、甲市場。 教師城と呼ばれる、昇華町は、丹後街道の東側にあり、霧妻造り、平来りであり、趣向きが異なる。後瀬山山六及び生丹に、小浜藩主堺市の菩提寺であるソライン寺等の寺町が町割りされている。後瀬山には1522年に守護武田元光が築いた、後瀬山城があった。1600年に入部した京国工事は、翌1601年。 北方の北側と南側に挟まれた地に、小浜城を築き、のちせ山城は、廃城となった。城下町は、次第に拡大し、東組、中組、西組の3地区に分かれるのは1684年の、ことである。度重なる大化により、減損する建物の多くは1888年のものが、多いが、伝統的建造物が多く残されている。 小浜西組伝統的建造物群保存地区内2888年の大化の後に建てられたものを中心に指定、登録文化財として保護あるいは活用されている建物がある。地区内に所在する主な建築物は以下の通りである。町屋はほとんどが平入りの瓦原吹きの2階建てで下屋びさしがある。1階庭で講師やがったりと呼ばれる揚げ店。 二階には、袖うだつがあるものが多い。消火活動のため、井戸がある家は玄関に、井戸のマークを掲示している。一尾浜市町並みと食の館、二門十字像、三白鳥会館、四高取市会委員。ありがとうございます。